あんだけいろんなリスナー解説、いろんな生主解説できる人いないから、みどりさんのそばにもいるし、石川の隆起のそばにもいるし、よっさんは詳しいでしょ。うん、あの人は必要だよ。ニコ生にはとにかく必要だね。どうなっていくのかな、これからニコ生は。ゴロリさんは生主として調子に乗って、大手になりかけて、中堅のトップレベルの方まで行って、で、なんかとんでもないデブでブスの女とパコって、浮気がバレて、引退した。特定されて。ぶっちゃけ他生主と揉めてる時のワドンはちょっとな。うん、どうなんだろうね。わかんないけど。俺、ゴロリさんのファンだったからね、もともと。だからバックステージパスやってもらってたし。ゴロリさんの枠、実は、結構枠、予約枠来ると楽しみにしてて、ゴロリさん優先見てた。うん。彼女とラブラブですね、僕は。はい。本当に、今いい時間過ごしてます、彼女と。本当に可愛いんですよ。本当に可愛くて、彼女が。大好きですね。うん。彼女可愛いよ。直に会ってみた時の感想どう？配信。いや、ゴロリさん変わんない変わんない。あのね、なんかちょっと兄貴肌っていうか、ちょっと鼻につく感じの。でも面倒見のいいお兄さん的なポジション。ワードみたいな。ダメだよとか言って喧嘩しちゃダメだよとか。もっとうまくやりなよ、ワードみたいな。もっと可愛がられた方がいいよ、嫌われすぎだよみたいな。俺はワード別に嫌いじゃないよ、みたいな。我が道を行くの大事だよね。うん。まあね、日々精進していかないとね、弱い部分は改善していかないとダメだわな。うん。なかなかうまくいかねえもんだな。でも、まあまあ、ゆっくりゆっくりね、みんなに鍛えられてますよ、本当に。あ、イブリス、ワカツ。そうだね、今いるリスナーは本当にリスナーだろうね。本当の物好きだよね、うん。本当に思った。あの、引退して、もう本当に全然人いなくなって、はーって。戻ってきてくれた人の順番で、思いの強さだなっていう。うん。若道 T シャツを着て、作って作って。持論あるだろうけど、数ヶ月完全に彼女の理論通りにやってみたら。ああ、そうだね。それは思った。っていうかね、あのね、変な話。いろんな、へんてこの理論から、とん拍子もない理論から、いろんな理論を展開するんだよ。でも、彼女の理論がなんで納得できるかっていうと、完全客観視者だから、私が思う配信論ってあるじゃん。俺はこうだからこうっていう、持論ってあると思うんだけど、彼女の持論じゃないのよ。なんでかっていうと、彼女は生主じゃないのよ。わかる？もう超、リスナー側の目線から徹底的に見てるから、その、なんつうの、他の人の、リスナーっていうか、その、和道リスナーは和道に言いたいことを言ってるだけなの。わかる？お前のここダメなんだよって言いたいだけなのよ。配信論でも何でもなくて、普段俺に溜まってるストレスを配信論という名を借りて、お前がこういうとこダメなんだよって言ってるだけじゃん、お前ら。だから、なんつうの、うさばらしで配信論を俺にぶつけてるだけなの、リスナーの配信論って。ただ、彼女の配信論の面白いところは、和道が大手になりたいんだったらっていう前提を踏まえた上で大手の分析から入ってるから、そこは的確だった。うん。言いたいことを言ってるんじゃなくて、本当にそう、こういう結果を得たければこうしなさいっていう方程式を出してたから。うん。だから、ちょっととりあえず言う通りにやってみたら面白そうだなとは思ったけどね。うん。そういう論調のリスナーいるよね。うん。まあ、それでいいと思うんだけど。言いたいこと言うのが生主だから。ただ、アドバイスとしては的確ではないよな。だから、その、アドバイスとして的確だったのはびっくりしたよね。うん、それよ、めっちゃ大事だよ。完全に別ジャンルの俺の分を的確に叩くのが一番身近な嫁。ああ、そう。あ、そういうもんなんだね。うん、何言ったってお前は嫌われすぎてもう回復不能でしょ。もうダメなのかな。もうダメ。
もう何パー残ってるんだ。ゼロパーなの。もう何言ってもダメ、俺は。1% ぐらいはあるんじゃないの？その 1% にかければいいわけさ。何パーよさ。1% でも残ってるんだったら俺はその 1% にかけるよ。何パー残ってんの？俺が回復する見込みが。的確かどうかは我々が判断する。お前ら。暗黒に嫌われたら無理だと思う、ニコ生で。それはね、ほんと正解だと思う。それ間違いない。うん。藁をもつかめ。わかった。できる可能性だね。いや、逆に嫌われキャラで上に行く方法論。いや、だからもうそれ散々やったじゃん、もう。散々やったじゃん。ハチはどつでいらっしゃい。うん。俺がベホイミでやな。さて、ザラキの準備は、怖えよ、怖えよ。うん。ロハコ受験の時はさ、あーでもね、ロハコ受験な、俺でもロハコ受験の時のいろいろあるんだよ。紆余曲折さ、ずっとくすぶってたわけじゃん。もう最前線に立てることなんかなかったわけよ。もう最前線に立ちたくて立ちたくてしょうがなかったわけじゃん。話題になりたくてなりたくてしょうがなかったのに、あの時はなんて言うんだろう、スーパースターだよね、俺にとっての。鮫島、横山緑、野田造り、ロハコ和道、柏木、ゴロリ、サダって言って、なんかもういろんな奴らがもう俺らの話をずっとしてるわけじゃん。3日ぐらい。あのね、その時になんか画面で見てた世界が、こう目の前のリアルとして劇団員の一員、主要メンバーではないかもしれないけど、そう、舞台に立ってる俺みたいなのがちょっと面白かったよ。だってさ、この距離で、僕はここ僕ん家だぞーって叫んでる奴がいるんだよ。ちょっと待ってろ、今力が湧いてくるからってここで言ってんだよ。お前らとは別の臨場感があって。あの、もう、あれだよ、プレイステーション VR ですよ。VR。うん、楽しかったね、なんか。だから、あれが常にスタンダードなわけじゃん、大手配信者は。楽しいと思うよ、大手配信者は。うん。中堅を一個超えると、多分ああいう世界が前に詰まってるんだな、っていう。あれはなんかね、もう劇団だったね、本当に。もう劇団。うん。だから、その、コメントを気にしなくなるほど、実は、コメントを打つ10人を作るっていう今回のプロジェクトは、ハマったらすごいよね。うん。これさえできれば、1000人のコメントを回せるよっていう。だから、コメ選びのセンスのことを言ってるんだよ。この、どのコメントを掘り下げていったら、配信が楽しくなるのかっていうのは、もうそれは私はアドバイスできないっていうことじゃん。配信者じゃないから。だから、その、面白いコメントパートナーをいかに作るのかっていうのが、要は一人じゃダメだよっていうことを言ってんだと思うんだよ。うん。要は、その、リスナーさんの中で相方見つけなさいみたいな。面白いやつ見つけなさいっていう。だから一緒に作っていかないとダメだってことだろうね。まあ、社会人はきついだろうな。仕事できないでしょ。いや、あのね、末ぐらいから調子良かったんだよ。その前から、まだ、で、あと、ロハコ事件がピークだったけど、ロハコ事件の後も調子良かったんだよね。そっからダメになったね。うん。だからね、それはね、俺もう原因分かってんだよね。腹くくってなかったね。腹くくってなかった。っていうのも、ロハコ事件のあの1ヶ月2ヶ月間ってほんと寝ないで配信やってたんだよ。本当に、毎日毎日配信付けで、もう気が狂いそうになってたんだよ。本当に。鮫島には拉致られるわ。ロハコさんが今から緑さんに謝りに行きましょうとかさ。あ、しっちゃかめっちゃかで、もう。うん、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。